ありがとうございます。ザイクラノスケです。楽しかったでしょうか。ありがとうございます。僕一遍死んだと思ったでしょうか。長作ひろみさんです。お願いします。ありがとうございます。本当に朝早くから。やっとこの日を迎えることができて本当に嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。先生、長崎さんとね、こういうご夫婦でやられて、改めてこう意外な発見とかあったりしました？共演されて、あ、こういう感じだったかとか、お、そうなんだとか。こんなにね、可愛らしくて小さいのに、意外に食べる。こう病院のシーンってこうしんどいシーンがあっても映画だから順取りっていうわけにはいかないじゃないですか。なのにその後ハンバーガー5つ6つ食べるみたいな。でもこれを保ってらっしゃるすごいです。ためてすごい。はい、長崎さんは3つ4つです。みんな5つ6つじゃない。ごめんなさい、間違えました。訂正してください、訂正してください。でも3つ4つでもすごいよ。中澤さん、いかがでした？意外な発見とかありました？倉之介さんと改めてこうやって夫婦役演じられた。倉之介さん、意外というか、でも私、相変わらず、なんていうかな、突き進むなと思って。突き進む、はい、迷わずに進む方だなと思って、相変わらず男らしいなと思いましたね。ああ、どういう時にこう男らしいな？なんか難しいシーンが多い中、やっぱり、なんですかね、迷う様子はなく、よしやってみようみたいなところがあって、そういうのは一緒にやっていて、楽しくそれは一緒に共有できるなと思って、はい、やらせていただきました。長崎さんもね、まだやってみようよ、まだやってみようよっていう感じで。キャスト監督の皆さんにまだ秘密にしていたことがございます。なんとですね、この映画の本作の上海国際映画祭での上映決定しました。いや、素晴らしいことだと思いますけども、いかがですか、その海外でも。倉之介さん、この映画が上海でもというね。え、びっくりしたかった。はい、僕ちょっと事務所のちょっとメールで、あ、そうですか。あ、そうですか。嬉しい。そうですか。いや、でも嬉しい。いや、そうですよね。